ののこの想いは誰にも止めさせない、ここ君の元へエンジン全開今走り出せ、レッド走り出した、心はどうならない。成田オートの成田です。インテークの洗浄っていうとやっぱりバゴーさんのねレックスが一番有名だと思うんですけど、意外にね他のメーカーさんからもねいろいろ出てるんで、そういったのもねちょっとねやり方が違うんです、施工の仕方が違うんでね、そういったのもあるんですけど、ちょっとそういう違いをね説明できたらなと思っております。でこっちですね、これまずねドライブ目的は一緒です、レックスと同じ目的なんですけど、施工方法が違うってやつですね。エンジンコンディショナーっていうドライブジョイさんで、ニューテックさんの NC121 ですね。でピットワークのエンジンリフレッシュ、まあ、これ容量とボトルのサイズが違うだけで、これ結局エアゾール系のインテークにこうやってシューって吹きインテークにこうかこれスロットですね、本当にシューってやっていってエンジンのインテーク周りを洗浄するっていうのがもうやり方ですね。でレックスは単純に負圧のところにね接続すれば入れることができるんですけれど、なので施工はめちゃくちゃ楽なんですよね。なのでレックスの広まってる理由っていうのはそこにあると思います。でこれらはエンジンがかかってる間で前これとねこれがセットなんですよね。ピットワークのこれとこれがセットです。エンジンのアクセルをちょっと開けて回転を上げておいて、これらをシューってやって上げるっていうやり方、施工方法ですね。なのでちょっとねずっとこう押してこなきゃいけないんでめんどくさい、それがあるんで多分施工がねレックスに比べるとめんどくさいっていう理由で、まあ認知度がそんなないんじゃないのかなとは思うんですけど、でも正直こっちの方がね最近いいんじゃないかと思うようになってきました。なんでもレックスはやってるんですけどね。でこういうスプレータイプのメリットなんですけれど、スロットルのね前でスロットル前で流し込むんですね。そこがメリットがあって、何かっていうとこのスロットルの清掃を同時に行ってくれるんですよね。結局こういうアクセルをね開けとくだけのものでアクセルをちょっと開けとくじゃないですか。そしてもかといってスロットルがバッて開くわけでもないし、ほんのちょっとだけ開くんで、この通路のところにですねピンポイントでこれらの液体が、まあ単純にこれらも洗浄剤なんでかかって洗いたいところを洗ってくれるっていうね、すごいなのでスロットルの清掃の手間が省けるって感じですね。レックスやるとき必ず自分はスロットル清掃もしくは ISCV の清掃をやってるんで、その手間が省けるっていうのはね大きいですよね。でさらにいろいろ種類があるんですけどね、これディーゼル用もあったり、ドライブジョイスだとディーゼル用もあるんで、これディーゼル車に特にマツダ車ねバンバンやりたいですよね。これをまあうちでは1年に1回ディーゼル車には施工してるんですけどね。であと最近これ先日のオートサービスになって、まあ昔からあるらしいんですけど最近知ったばっかりなんですけどね、このカーボントロールというすごい単純な名前で RMC3E っていうんですね。これちょっと今後施工うまくできないかな、これシュッシュってやるんでこれはちょっと辛いなと思っております。であと値段ですね、これまあ大体2000円ぐらいだったかな、あんま覚えてないですけど、これとこれ2000円ぐらいなんですよね。安いで内容量がニューテックさん 250ml で、ドライブジョイが 120ml なんで、価格からするとニューテックさんめちゃくちゃお得なんじゃないかなと思います。でピットワークさんこれね5000円ぐらいするんですよね。高い、内容量は多いんですけど高いっす。
ちょっと高いです。できればね、1台につき1本使い切りたいですよね、イメージ的には。なんでちょっとフットワークさ高いかな、と思っております。で、スロットル清掃できる以外にももう一つメリットがあるんですけれど、レックスのね、それがレックスの弱点なんですけど、不圧が発生しないとロレックスは施工ができないので、BMW ミニとかの、バルブマチックエンジンに、全く不圧発生しないんで、それだったらこれシューってやるだけなんで、施工ができると。バルブマチックエンジンでさらに直噴とかだとね、もうすごい汚れるんで、そういう意味ではこれらはレックスだけでは対応できないところに対応できるというすごいメリットがあると思います。で、とにかくね、こういうインテーク洗浄でどこを洗いたいかっていうと、これですね、置いといた方がいいんですよね。これ、エンジンブローした、プリウスのインテークバルブとエキゾストバルブをもらってきました。指令からもらってきました。で、結構そんなにね、直噴エンジンに比べればそんなに汚れてないんですけど、結局ここのバルブシートに当たる面ですね、こう閉まるところ、ここに汚れが溜まってバルブがちゃんと閉じなくなってエンジンブローしたと。エンジンブローというか、圧縮が上がんなくなってもうエンジンの世界だねっていう風になったというふうに聞いてます。で、エキゾースト側もかなり汚れが蓄積して、で、バルブが閉まらなくなると、小山自動車さんに聞いたら、こういうふうにバルブが閉まらない状態だとここがこういうふうに白くなるんだというふうに聞いたんですけどね、ちょっと僕もまだ全然バラしたことがないので分かんないんですけど、とにかくこういったところも汚れが取りたいのはあるんですけど、とにかくここのこの辺の汚れはね、取れないケースは多いので、とにかくここのバルブの当たり面、ここの汚れさえ取れればエンジンの気密っていうのは確保できるので、そこの、ピンポイントでそこの汚れをね、とにかく徹底的に取ってあげるっていうのがこれらの目的だと、一番の目的じゃないかなと思ってますんで、そこら辺を徹底的にやってあげればエンジンのいい状態をキープできるというふうに思っております。で、とにかくレックスだけじゃないよと。で、こういうふうにドライブ上でやったらトヨタ共犯からね、簡単に手に入れられますし、ピットワークもそうですよね。で、これはちょっとまた違うルートになっちゃうんですけど、とにかくインテーク洗浄っていうのは手軽にできるものがいろいろありますんで、レックスだけにこだわらず、いろんなものを使って定期的に施工してあげて、エンジンのいい状態をよりキープできるような、ありがとうございます。